パリ五輪卓球代表の平野美宇の母、マリコさんが17日放送の日本テレビ系、踊る。サンマ5点、火曜午後8時に出演した、写真、平野美宇、バッチリメイクブーツ姿に印象激変。この日のテーマは、教育熱心なパパママ大集合。マリコさんは、ビューとの間で、負けた時の約束というのがあってと話し出すと、5歳の頃から、福原。 愛ちゃん2世ということで取材を受けることがあったので、負けても取材拒否をしないって約束をして、と明かした。もし、負けて取材拒否をするなら、勝って優勝した時も優勝インタビューを受けるな。っていう約束をしたと続けると、自分で決めて、どっちかにしなさいって言ったら、ビューが、するって言ったんですと笑顔で話していた。